日産 GTP-ZXT はイムッサシリーズ参戦用にアメリカエレクトラモーティブ社が1985年から1990年にかけて使用したイムッサ、g t p マシン。エンジンはフェアレディ Z 用3リッター V 型6、気筒ターボエンジン VG30 をチューンして搭載した。1985年フェアレディ Z の改造車でイムッサ GTO クラスに参戦していたエレクトラモーティブがイムスサ GTP クラスへの参戦にあたり使用したマシンが GTP-ZXT である。このマシンのシャシーはローラ T810 だった。参戦初年度はエレクトラモーティブ創始者のドンデベンドオフがドライバーを務めた。翌1986年には鈴鹿ヨシにより修正を加えられたボディが投入された。 1988年、外観は、ほぼ同じながら、エレクトラモーティブにより製作されたオリジナルのマシンが、投入された。マシン名称は、GTP-ZXT から変更されなかったが、初期のモデルと区別するため、このマシンを特に GTP-ZXT88 と呼ぶこともある。VG30 をベース都市にバルブサイチェシーという構成は生産者と同じだった。 内部部品は数多く置き換えられているが、シリンダーブロックとヘッドはほぼ生産者用のままだった。エンジンコントロールユニットは、エレクトラモーティブのオリジナルだった。ZXT88 のデビュー戦は1988年、イムッサ第2戦マイアミ GP。このレースでは、ポールポジションを獲得するも決勝はトラブルで8位に終わる。第三戦セブリング十二時間を欠場した後、 第4戦ロードアトランタで初勝利。以降第11戦シアーズポイントまで、イムッサ新記録の8連勝を達成する。この年参戦した12戦中9勝の圧倒的強さで、ジェフ・ブラバムをイムッサドライバーズ王者に導くも、クラシック耐久のデートナトセブリングを欠場したこと、ポルシェに対して、大数の劣勢から、メイクスでは王者を取り逃がす。翌1989年は、 デートナ24時間とセブリング12時間にも参戦。デートナは終盤までトップを改装するもリタイアに終わるが、同じく初出場のセブリング12時間では、日本のメーカーとしては初めて優勝することとなる。この年は、ドライバー、メイクスの2巻に輝く、1990年もデートナに参戦するがリタイア。セブリングは2年連続で制覇する。この年からプライベーターにも供給を開始した。 シーズン途中で新型の NPT-90 に切り替わり使命を終える。a b e アンダム勢、世界のレーシングエンジングランプリ出版館1990年9月28日発行ありがとうございます。